はい、それではですね、妙高高原駅現地レポートなんですけど、次はですね、妙高高原駅の方も現地レポートしていきたいと思います。これが妙高高原の駅名標なんですけど、黒姫が、左の黒姫が、支那鉄北信濃線、右の関山が、越後ときめき鉄道妙高高原、妙高ラインですね。ここがちょうど、2つの第3セクター。信濃鉄道北信濃線と越後ときめき鉄道妙高ラインの、三セクの会社境界になるんですね。はい。改札の真上にはですね、この「ようこそ妙高」って書いてありますね。いかにも観光地の駅であるってことを物語ってますね。これいいですね。爽やかな妙高高原って書いてあります。なかなかですね。妙高高原って書いてあります。駅の改札入ると、駅の改札の出入り口がこんな風になってるんですね。ホームから見るとこんな感じですね。はい、でこれが妙高高原駅のホームになりまして、ホームは2面3線ですね。でこの駅はもともと、JR 信越本線の駅だったんですけど、北陸新幹線が金沢延伸開業に伴って、こう長野・直江津間の路線、信越本線が2つの第3セクターの路線に分離されちゃって、ちょうどこの妙高高原駅を境に、分断されましたね。この先直江津方面が時鉄。ちょうど電車来ましたね。これにしようかな、サムネイルね。これにしようかな、サムネイルね。で、ホーム2面3線ですごいですね。で、ホーム2面3線でなかなか立派ですね。いやー、そうですね。今、長野方面、直江津方面はこの跨線橋を登って2、3番線なんですね。で、2、3番線がこちらになります。いやー、この駅、さすが元信越本線のホーム、元信越本線の、JR 信越本線の駅であるってことが分かりますよね。すごい立派ですよ。これなんでしょうね。変電所です。これなんかの詰所ですかね。なんだろう。信号通信区、休憩所、詰所なんだ、これ。これ、どうやら詰所ですね。いやー、本当に国鉄テイストがすごい漂ってますね。さすが元 JR 信越本線ですよね。はい、そしてホームの端に来たんですけども、こちらの線路は、信濃鉄道北信濃線、
長野方面になります。こちらの線路は信濃鉄道北信濃線長野方面になります。あー、駅裏は山が広がってていいですね。あー、今ちょうど時鉄がホームが3番線に来ましたね。このあと58分に信濃鉄のこの一番列車の長野行きが来ますね。あー、こういうサムネイルがいいかな。これサムネイルになかなかいいですね。いやー、妙高高原駅すごい立派ですよ。この駅もかつてはスキー客とかで相当ここにやってたんですかね。いかにも昭和テイストで、あ、ああ、電車から見える自然豊かな妙高。なるほど。これはなかなかだ。はい。はい、それではですね、今、長野方面の信濃鉄の一番列車が来ますので、ちょっと一旦ここでカットして、信濃鉄の一番列車撮影したいと思います。ちょっと尺の都合の関係もありますんで、ちょっと一旦カットしたいと思います。はい。一旦カットします。それでは。